こう5枚ぐらいの古いお札がペタ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 ってこう貼ってある。こんなんもう見たことないですよ、このお札が貼ってある。はい、どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回2回目なんですが、もう大好きな階段師の方来ていただきました。もう最近ねテクニックでね本当お上手に階段を話す方もね非常に多いんですが、もうこの方はねもう心、僕はね心の絵、まあ、階段を話す本当にこうね心の階段師っていう風にね思っていて、やっぱりね他とは違う語り口でもう大好きな方です。ご紹介いたします。お笑い芸人ガンジー横須賀さんです。お願いいたします。どうもよろしくお願いいたします。ガンジー横須賀と申します。はい、ピンポーン今まさにね皆さんの心にピンポイント届いたと思います。はい、ありがとうございます。私はねこのピンポイント毎回ねちょっとこう受け取るのを拒否させていただいてはいるんですけどもね、はい、受け取った方はぜひ受け取っていただきたいと思います。めちゃくちゃいい人なんですよ、はい、ピンポイントなんですよね。ありがとうございます。YouTube チャンネルもお持ちで。そうです、ぜひお持ちです。あ、はい、ぜひお持ちです。持ってます。はい。私のチャンネル名が、ピンポイントチャンネル。はい、そうなんです。はい。もうね、いろんな心霊スポットを巡ったりとか、はい、階段もね話されています。皆さん、はい、ぜひぜひこちら、はい、チャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で、ガンジーさんとはね、はい、最近テレビ大阪の方で始まりました、はい、初耳怪談という、はい、皆さんからご投稿いただいた怪談を怪談師たちが語るというね、はい、ところでもご一緒させていただいてまして、そうですね、はいはい、素晴らしい、はい、独特の語り口を、ね、披露されてますので、はい、皆さんそちらもチェックの方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあガンジーさん、はいまあ、お笑い芸人さんとしてももちろんなんですが、はい、20代からですね、はい、火葬場の方でも働かれていたという、はいはいまあ、そういった経緯だとか、はい、若干霊感のようなものもお持ちということで、はいまあ、たくさんねお話をお持ちなんですけども、はい、今回は体験なんですか、はい、ちょっとこう僕がこう直接じゃないんですけど、うん、あれこれちょっと珍しいってこんなこと本当にあんだなっていうその、まあ、体験談じゃ体験なんですかね。ちょっと聞いたお話体験聞いた話ではないです。あ僕がちょっと見たというか、はい、不思議な出来事のような話なんですけど、はい、前回その島田さんに話した火葬場で働いてた時のまたこれもお話なんですけども、はい、その火葬場は8時半ぐらいに出勤して、そこから役場の方から火葬リストっていうのが流れてくるんですよ。そうなんです。でこの当時結構古いんでファックスみたいな感じでこう来て、で何々家が今日火葬するからよろしくお願いしますみたいな内容なんですけど、その時に、火葬よろしくお願いいたしますって、で要注意みたいな感じの項目が備考で書いてあったんですよ、うん、これなんだろうなと思って、でドロロロッつって電話が鳴って、で電話取ると役場のお偉いさんの F さんっていう方なんですけど、おいおますか、今日入る火葬なんだけど、ちょっとお前ちょっと何もしなくていいわみたいな感じで言われたんですよ。何もしなくていいわってどういうこと？おかしいですよね。おかしいんです。で言われたことをやってりゃいいから、ちょっとお前余計なことするなよみたいなことを言われたんですよね、はい、で分かりました、どういった火葬なんですかって言ったら、なんか地元でこう結構最近来た新興宗教の教祖様の火葬が入ったからっていうんで、はあ、でそれが入ったから、お前余計なことしなくていいからみたいなことを言われたんです。それでなんかもしかするとその、まあ、宗教なりのなんか儀式みたいなこともあったりして、はい、そうなんです。なんか向こうが言うようにとりあえずもう言われた通りにやりなさいよっていうことだったんでしょうかね、はいはい、かもしれないんですけど、それでちょっと時間経ったらですね、霊柩車の方が普通に来たんですよ、はい、で、ああ来たなと思って、そしたらその後ろの方に車が4台ぐらいこうそのまま一緒に来るんですよ。連なってきたんですね。連なってきたんです。で、あまりこう見ない光景だなと思ってたんですよ。その光景自体を、はあはあ、普通1台ぐらいで来るんで、で駐車場に止まって、で車がトン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 って止まって、でバタンってこう出てきたら、なんか喪服っぽいなんかこうちょっとなんか黒装束みたいな感じの女性なんですよ。明らかに女性の方がこう車からこう5人ぐらい出てこられて、5人はい出てこられて、このここにこうなんていうんですか、
黒いフェイスカーテンみたいな、なんとしてありますね、こうね、こうかかってるね、かかってるやつ、はい、まあ、ベールというか顔が見えない状態ですね、はい、こう、うっすら見える状態で、でその女性の方がこう来て、そしたら霊柩車の周りを囲むんですよ、うん、これをバッババッとこう囲んで、すいません、今から棺の方僕見るんでって言って、ちょっとどいていただけますかみたいな、僕言ったら、その一人の女性の方がか細い声ですね、私たちがやるんで大丈夫ですって この辺でこう言ってきて、ああそうっすかっつって、おお、やってくれるんだと思って、で、そのトランクをこう開けると、その目の前に棺があるんですけど、この普通茶色い木でできた棺だと思うんですけど、そのとこに黒い布が巻かれてて、うん、でその周りにこう5枚ぐらいの古いお札がペタ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 ってこう貼ってある、こんなんもう見たことないですよ、このお札が貼ってある、はいはい、悠々白書の比叡が谷からこう突き落とされるような、このなんていうんですか、そんな感じの模様ですよねちょっとわかります、僕はわかるんですけど、はいはい、逆に例えたことによって分かりづらくなったっていうパターン、分かります、いや、ね、はい、そういう棺にね、はい、なんかこう封印されてるみたいな感じで、みたいな感じ、ペタペタってこうね、はい、うん、もうそういう感じだったんですね、そういう感じなんです、はいはい、これは独特だなと思ったんですよ、でその棺も普通だったら僕とその同僚の方が運ぶんですけど、その何ですか、お弟子さんか、その教祖さんのお弟子さんがこう全部こう運んで、で火葬炉の前に台があるんです、そこに乗せて、そしたらそのまた周りを囲むんですよ、その棺の周りを、そのお弟子さんたちが、はい、そしたらこうなんかこう「みたいな呪文みたいなの唱えてて、うん、なんだこれ、これ独特な呪文唱えてんなと思って、そしたらパタンパチンと音がして、でコロ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 っつって、これ手に持ってた数珠が全員分の数珠がこう弾け飛んだんですよ、えパラ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 っつって、え、弾けちゃった、切れちゃったんですか、もう切れたって感じですよね、パラパラパラっつって、おおおおお、これ本当にあんのかこんなことと思って、でまあそんなことを気にしないでもうやってて、でひとしきり終わって、じゃあすいません、火葬炉の方中に火葬してくださいって、いやいや、そこは俺がやるんかと思ったんですけど、まあ、もうやるかと思って、そこでパーッとやってですね、で火葬スイッチを押して、で遺体が焼かれるのが1時間から1時間半ぐらいかかって、その場でちょっと休憩してて、なんだろうなと思って、これ何をやってんだろうなと思ったんですよ、で、もうすぐ火葬が終わるなと思ってアナウンスを僕して、うん、火葬がもう終了したんで、火葬炉の前に皆さんお集まりください、うん、みたいな、でみんな集まって、でこうその火葬炉のその扉が開いてこう出てくるようなところで、この4人のその黒装束の女性たちがこうそこを囲むようにして、またこの呪文みたいなのを言ってるんですよ、はい、でわばね、もうまた始まったな、これまた始まったぞと思って、そしたら一人の女性をその火葬炉の横、もうその人を中心にこうみんながこう呪文を唱えてるような感じになったんですよ。何だこれ、何が始まるんだよと思って、でそろそろ扉開きますよっつって、バーッつってこうブワーッつってこう扉があって、はい、で遺骨になったその教祖様ですよ、出てきて、そしたらちょっとした煙がこうやっぱこう舞ってるんですよ、はいはいはい、終わってからその煙がブワーッつって、そのこの呪文を唱えられてる女性のブワーって体の方に来て、それがブワーってまとわりつくような感じになったんですよ。おお、なんだこれ、これ幻でも見てんのかなと思ったんですよ。はい、もう何のこれ、何なんだこれはと思って、でこうでスッと煙がなくなったなと思ったら、私の方にタタタタタタってこうやってきて、この布ですよね。はい、布をふわって取って、もうなんだ、正気をないようなもう目もちょっとこう真っ黒のような目してなんか。何か困ったことがあったら相談しに来てくださいねみたいなこと言って、ガンジーさんに、そうそうそう、はい、なんかもう相談しに来てくださいねと言って、でそのままスーッつって帰っちゃったんです、その人。何それ、いやいやいや、もう残ってる残ってるよって思う、遺骨そのままにして、そのままにしてスーッて帰っちゃったんですよ。でと思って、でまあまあまあ本当にもうそれはもう僕が納骨してお返しして、でそのまま皆さん帰ってったんですけど、あれ何だったんだろうなと思って、明らかに人が変わったような感じだったんで、
これ僕のなんかこうまあ考察じゃないんですけど、あのおそらくその教祖がだった人が次の教祖に選んだ人になったのかなっていう、そうです、はあなるほど、はい、で、っていう考えになりますけど、でもなんかわけわかんなかったですね。でもあれは、はい、今はその10年ぐらい働かれてたんですよね、はいはいはい、まあ、火葬場で、はい、でまあたくさんのご家族、ね、はい、でご遺族たちも、はい、何万まあね、はい、まあそのね立ち会って、はい、もうたくさんねこう遺体を焼かれてってことをされた中で、間違いなく一件だけの経験なわけじゃないですか、はいはい、これはもう、はい、今でも覚えてます、もう全然、はあ、い、これなまあ言えないんですけど、この宗教の、いや、さっき言ってたその呪文のようなお経をわーって唱えて、はい、そしたらその煙がふわーって一人のほうに行くわけですよね、ふわーっと、そしたらその人がもう人が変わったようになるわけです、人が変わってもスタ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 、でその時言った言葉も、はい、最後その面白い顔したんですよ流していただいてたのか、びっくりした、なんでそんなえみたいな顔してないですよね出すからその根っからのお笑い芸人の部分、すみません、はい、申し訳ない、それで言った言葉が、はい、何か今後困ったことがあったら言ってねっていうのもなんか教祖っぽいっすよね、教祖っぽいんですよ、はい、なんかもう最初こうなんか私たちがやるの大丈夫ですってか細く小さい声だったのはっきりとした口調で、あもう人が変わったようにまさにこうなんか芯が通ったような、芯が通ったような感じで、はい、はい、これ不思議です本当に、その時何人もお弟子さんというか信者の方たちはその周りを囲んでたわけじゃないですか、はい、なのになんでその皆さんはその残った遺骨をほったらかしにしていなくなっちゃったんですか、はい、それでもうその一人の人ですよね、一人の人は帰っちゃって、で残りのお弟子さんがやったって感じですね、ああ、はいはい、あそっか、ガンジーさんがっていうことじゃなくて、はい、他の方たちは残って皆さんもちろんじゃあお骨を拾ってってことをやってたわけですよね、はい、あでもその一人はいなくなっちゃった、いなくなっちゃった、もう帰っちゃったんですよ、なんか、はい、えその時、はい、その煙がその人に行った瞬間って他の信者の皆さんとかはみたいな顔してました、いやもうそんなあれでもなかったです、なんか平然、どちらかといえば平然としてたというか、そんな感じでしたね、へえ、ただやっぱりね、まあそういった、まあ、宗教があって、はい、でやっぱりねその教祖がなくなってしまうってことですけど、その魂ってどんどん受け継がれていくっていう、そういう儀式だったのかなって、まあここで言うあの下駄さんっている、あ下駄花尾さん、ね、花尾さんが、はい、この話一回だけしたんですよ僕、でそれしたらなんかそのダライラマの、はい、継承する時もちょっと同じような感じの儀式だったりとかやるから、はいはいはい、これもうあながち嘘じゃないですねみたいな感じになったんですよ、はい、なるほどね、はい、いややっぱり火葬場で働かれていたならではっていう、あもうならではですね、はい、昔ながらのあれですね、あの安倍川を作るような感じの、すみませんカットしててここは、ただ今意味が分からず、はい、僕困惑してますだからカットするしないっていうのもこれ何の話なんだろうと思ってすいません、いやでもちょっと、はい、ガンジーさんしか話せない、はい、あそうですね、もうこれお話ですね、ま、はい、もうやっとそのなんですか、火葬場で働いててよかったなって報われた、今のお仕事をね、はい、するにあたってですよね、はい、はい、まあ、いろんなねご苦労もあったと思いますけど、はい、いや皆さんねこういうふうにですね、もうガンジー節、いやもうなんかこう心でねその時の状況をね、はい、一生懸命伝えてくれるっていうねそうですよね、ちょっと見苦しいですねそれもね、いやなんかだからこそなんかこう、はい、真に迫ってなんか伝わってくるガンジーさんしか話せない怪談、はい、もう大好きなんで、はい、またね、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひ言ってください、よろしくお願いいたします、そう島田さんにちょっとすみません、ちょっとですねお渡ししたいもんがあってね、今日持ってきたんです、今日ね今ここ暗いんで今バッグの中で全然探せないっていう、ああだだだだ、え何ですか、これ食パンなんでよかったら食べてください、あごめんなさい、こちら紙袋が、はい、ちょっと今開けてみていいですか、日本一美味しいと言われる食パンなんで、ぜひよかったら、はい、食べてください
よかったら。あ、すごいいい香りしてて、はい、めちゃくちゃ美味しそうなんですけど、はい、これを今日持ってきていただいて、もうもちろんです。これいつ出そうかなと思って、はい、今だと思って、はい、あ、いつ出そうかってずっと思ってていただいたんですね。はいはい。今だけではないと思います。これをぜひあのご家族で、はい、あの食べて本当美味しいんで、本当に。美味しいのは分かりますし、はい、すごくありがたいんですけど、はい、はい、今だけではなかったと思います。終わってからでもよかったですか。いやいやいや、例えば一番初めとか、はい、あ、一番、あ、入りの時で、 あと、はい、なんで食パンなんだろう。一斤。もうすいません、もうよかったらあの、はい、後輩に分けてもいただいてもいいですか。いやもう本当、いや、みんなで、はい、もうみんなで美味しくいただきます、はい、いや、お気遣いいただきましてありがとうございます。、はい、ありがとうございます、はい、いや、めちゃくちゃ美味しいパンなんだ。いや、分かったっつうんだよ、はい、本当に。いや、絶対美味しいですよ。いや、本当お気遣いいただいてすみません、ありがとうございます。いやいや、もう今後ともよろしくお願いします。皆さん本当もう伝わりましたよね。もうとっても素敵な方なんで、このね、外見に惑わされることなく、はい、ありがとうございます。皆さん、ガンジンさんのことを一緒に応援していただければと思います。ありがとうございます。チャンネル名が、はい、ピンポイント、ピンポイントチャンネル、これでございます。はい、はい、怖くないですよ。はい、皆さん帰ってきてください。怖くないですよ。はい、ピンポイントチャンネルね、概要欄貼っておきますので、ぜひぜひですね、チャンネル登録、はい、そしてグッドボタン、はい、一緒にね、押して、あ、僕もねやってますんで、一緒に応援していただければと思います。皆さんお願いいたします。ありがとうございます。いや、ガンジンさん、また今後もお願いしますね。またよろしくお願いします、はいはい、というわけでゲストはお笑い芸人のガンジー横須賀さんでした。ありがとうございました。よろしくお願いします。